はい、どうもこれこれです、やってきましたね、はい、渋谷のタバコ吸っちゃいけないところでタバコ吸ってるやつがめちゃくちゃ多くてポイ捨てしてるやつがめちゃくちゃ多い渋谷のハチ公前に来ました。ビーボービーボーうるさいんで、はい、治安が悪いのが分かりますね。治安悪いわ。ということで久々のねタバコポイ捨て注意シリーズなんですけども、はい、いろんな場所でやってきたんですけど、一番最初にやった場所が綺麗になってポイ捨てする人がいなくなって、うん、新しいところ汚くなったからそっち注意してたと。でそっちも最近、綺麗になって、まあ、これはねちょっとね見てもらえば分かるんですけど、ちょっと待ってください、はい、おい見てるかお前、おいマジで偽善なの無駄なの言ってきたやつら見てっかお前。こういうことだからね。先生僕聞こえてないから何言ってるか分かんない。いつもコメント欄で、はい、無駄なことやってるだとか言ってたやつらにちょっと一言ね、はいはい、まあ何回かやればねあのビビたるもんであるけど、はい、何かしらね変化あると思うんで、ちょっといつもだったらめっちゃバーッと落ちてるんですけど、はい、まあ、それがどんだけ綺麗になってるか、まあ、あの別名タバコ絨毯っていうやつですよね。そうですね、はい、ちょっと見てみますか、はい、行きますか、ね、はいはいはい、まあ、あ、うん、だいぶ減ってはいますけどもっていうことですよね。まあそうだね。あでも結構あったわ、ごめん、結構あった。ですね、結構ありますね。遠目から見たらないように見えたんだけど、近くに行ったら地味にありますか。まあでもまあまあ減ったよ。まあとりあえず掃除しましょうか。そうっすね、とりあえず掃除、ね、本来はここすごい綺麗だったら、はい、もう一個別の場所があって、そうっすね、そこがすごいやばい。タピオカね、そうっすね、タピオカの動画で行ったところですけど、あの裏の地みたいなところですね、はい、そこがまあちょっとすごかったんでそこに行こうかなと思ったんですけど、思ったんですけど、まあ、やっぱりダメだったダメだったオープニング何だったんだっていうことですね。まあやりますか、とりあえず。これなんかしょんべんくせえ、しょんべんしたやついないですか。しょんべんしてる、やばいやばい、怖い怖い。渋谷名物だ、渋谷名物、渋谷名物、立ちしょんべんしてるやついる。タバコの箱がね、これね、ダイエットにもなるんですよ。ちなみにダイエットにも、目の前で僕が掃除してるのにね吸うのをやめてくれないっていう我の強い女がいます。なんかチラシ多いな。あ、ポイ捨てダメですよ。ポイ捨てダメですよ。ポイ捨てダメですよ。やばいなこれ。やばいな。いつものことすけど。今日はあれだわ。あの掃除早いわ。いや早い早い、うん、本当に。そしてやっぱり俺らが来るとここ誰もいなくなるっていうね。本当にな、うん、で俺らがいなくてもこの状態になったらすごいことだけどね。ね。っていうかそれが普通なんですけどね。あれさっき俺のことシカトしてた女じゃん。また吸ってんのか。また吸ってら。何回注意してんの。まあとりあえずでも掃除なんでね今ね。じゃ向こうサイドから今度攻めてきましょうか。はい。いやこれ系のゴミ多くなったね、マジで。あね、タピオカそれ系の。あ、マジですか、いいですか。はい、大丈夫ですよ。あ、ありがとうございます。はい、なんかあの皆さん手伝ってくれるということで、じゃあこれ持ってもらっていいですか。あ、ありがとうございます。小沢さん、ありがとうございます。はい、よし。 Guys, are you official from a city or is this a private thing you're doing here? 何も分かんない。なんてこれこれさんお願いします。ボランティア。 You're official from フィッシャーズじゃねえし。フィッシャーズ official, yeah? あ、YouTuber? オフィシャルじゃない。オフィシャル？ Are you official from a city or a private thing you're doing? Private. Volunteer. Nice. Thank you. Good night. なんでお休みって言ったの？あ、タバコ。さっきなかったのに。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。すみません。おざす。どうもです。おざす。ポカリ。ありがとうございます。ありがとうございます。おざす。先生、タバコ中で吸ってもらえたら。ありがとうございます。すみません。喫煙所中なんで、中でお願いしてもいいですか。はい、混んでるんだったら待ちゃよくないですか。待ちゃうんすか。はい、待てばよくないですか。あ、ダメっす。はい、ダメっす。ダメだよ。ダメっす。ダメだろ。注意してますよ、はい、してます。なんすか、人とか関係あんすか。全部やってんだ、だからここに人いねえんだろ今。なんでさ、他の人もいますよシリーズ、なんなんそれ。一番小学生だよね。なんか小学生から抜けてないよね、その思考が。クソしょうもねえんだけど。うん、他の人もそうですけど、そんなんではなかったよ。あの日の人ですもん、やってますけど。どんだけやるそれ。すいません、喫煙所中なんで中でお願いしていいですか。すいません。中でお願いしていいですか。あいつ2回目ね。絶対分かってないあいつ。一人やり始めると本当どんどん増えてくる。そうなんですよ、さっきのやつ一緒ですよ。え、僕だけじゃなくないですか。
みんなやってないですか。はっ、何なの、うん、何、写真撮りたい、写真撮りたい。おめえらでも掃除してねえよな、ここ見ててよ、ずっとずっと撮りたいなって思って。ああそうなんだ、声かけただけかなって、うん、あもうその爪とかでやんなって。じゃあ相手に相手に相手、私相手、あオッケーオッケー、ゴミ拾ったからね、じゃあ写真いいですよ、うん、1枚だけね。じゃあ誰かでも撮ってやんないと、プーさん撮ってやって。あじゃあ僕撮りましょうか、うん、プーさん撮ってやって。あ撮りますよ、じゃあはいあ俺もなんか、あオッケーオッケー、そうです、はいはいはい、ちょっと汗臭いですけど、うん、もうこのくらいかな。じゃあ行きます、早く撮って。はいチーズ、はいはい、ありがとうございました、ありがとうございました、確認させてください、ありがとうございます、ありがとうございます。3回目3回目助かります。ボランティアです、そうです、ボランティアです。 YouTuber です、禁断ボーイズで調べてください。禁断ボーイズさん、はい、え知ってます。聞いたことあります。あ本当ですか、ありがとうございます。えこれ吸わないでいただけたら、それだけあります。あ今のところないっす、まあ、今日は全然ないっす。じゃあ変な話、はい、もっとなんかあった方がいいんじゃないですか。バスとかこれですので、はい、ちょっと何しやらせとかやらない、もうやらせとか俺らやらないんで、もうガチンコ集団なんで、はい、なるほど、そうそうそうなんでやらせ協力しようとしてるの。気にしちゃってちょっと、いやいやいや YouTube やってるんですか、どこ目線だ。おなんか久々に見た、令和の時代にギャル、ね、久しぶりになんか見た気がするけど、うん、あいつやっぱり分かってねえ、おい知ってるよ、あいつやっぱり分かってねえ、あんだけ取れ、なんだ取れ高とか、お前マジでよ、おいあいつ、おい入れって入れって、一歩入れって、はい分かったから入れ、取れ高になってねえからな。バカしかいない。じゃあ一回向こう行きますか。そうですね、一回、うん、完璧に綺麗に、今もう、はい、多分一人もいないんで、はい、はい、行きましょう、行きましょう。これもうスラム街っすよこれ、まあ、皆さん今ここがね、僕らが言ってるね、タバコのポイ捨てがひどいとこなんですけども、やばくないですかこれ、普通にゴミ箱と勘違いしてるんですかね、うん、まあ、先にまず掃除しろ、ここはでも吸いやすいだろうね、うん、ここ見てくださいこれ、もううーわ、掃除しますか。誕生日ケーキのろうそくみたいになってますよ、もうこれ誕生日ケーキの、どうすんのこれ。さあとんでもないものを拾いました。何ですか。ちょこれ50円っす。これたった50円でも遺失物横領罪になってしまうんで、これ警察に届けなきゃいけないんですよ。これ警察に面倒くさい。50円を後で、あの、いやむしろ拾いたくねえ。ダメです、ポケット入れといてください。ここはね、皆さんね、ほんとね、昼がひどいんですよ。夜はもう隠れなくてもそこら辺で吸えるんですけど、昼はね、やっぱ隠れて吸うやつがすごいんで。そうですね、次回は昼がいいですね。そうですね、次回昼行くから、はい、本当に吸うなよ。とりあえずね、全部きれいにしたと、はい、いうことです。地獄でした、はい、まあじゃあとりあえず最初のところに戻ってどうなってるかと、まあもう目に見えてるんですけどね。わざとやってますよね。は別になんだ。